皆さんこんにちは。11月22日秩父おもてなし TV 小泉智美です。さあもう秩父の街中どこを見ても美しい紅葉に彩られています。そして今日は美しい映像を届きますのでご覧ください。こちらは秩父札所一番島淵になりますね。はい、こちらでもですね、境内で紅葉が今見ごろを迎えているということです。撮影したこの日はですね、風が強かったそうですけれども、はい、赤いもみじが本当に美しいですよね。はい、こちらの、札所一番島淵の紅葉ですけれども、今月いっぱい楽しめるということなので、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。そしてこの札所一番島淵さんは、基本的に金土日曜日でライトアップも行っているそうなんですね。夜のライトアップのお写真もいただきました。はい、このように美しくライトアップもされるということですので、あと少しねチャンスがあります。ちょっと風なんかが強いと葉っぱがね落ちてしまうと思いますけれども、はい、ぜひ今のうちに秋を楽しんでください。それでは今日のラインナップご覧ください。さあ今日のラインナップ、地域課題解決のためのスマートシティ事業の、交付決定通知書交付式の開催の様子、そして先週末に行われました秩父荒川新ソムパン祭りの様子、秩父市役所インフォメーションは2本です、秩父夜祭りと、女性向け、就職支援セミナーなどのお知らせ2本、そして PR 秩父は秩父鉄道からのお知らせ。今日は以上のラインナップでお送りします。さあまず最初の話題です。地域課題解決のためのスマートシティ推進事業交付決定通知書の交付式の開催が行われました。秩父市は令和5年度総務省地域課題解決のためのスマートシティ推進事業の二次公募に応募し、採択の決定を受けました。この事業は地域が抱えるさまざまな課題をデジタル技術やデータ活用によって解決し、都市 OS データ連携基盤の整備改修やそれにつながる各種サービスの実装などにかかる経費を補助する事業です。秩父市ではこの補助金を使って三峯神社来訪者による三峯駐車場への長時間の渋滞や混雑の課題を解決するために AI センサーカメラを設置し、駐車場の混雑状況を市が保有するデータ連携基盤上で計測分析し、ポータルサイトによる可視化を実現する取り組みを行います。この事業採択について11月15日総務省を代表して関東総合通信局長高知圭介さんが秩父市長を訪問し、交付決定通知書を交付することになりました。総務省では地域課題解決のためのスマートシティ推進事業として、地域が抱える様々な課題、例えば防災とかセキュリティとか見守り買い物支援なんかがあるわけですけれども、これをデジタル技術やデータの活用によって解決し、地域活性化につなげるため、地方公共団体等による都市 OS の整備改修やそれにつながる各種サービスの実装等にかかる経費の一部を補助しております。渋滞緩和による地域課題の解決で、また効率的でストレスのない観光収入プランの提供等による地域活性化につながることを期待し、大島でお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただ三峯神社は一つの大きな観光スポットでございますし、これがなくなるということは決してありませんので、そこを訪れるいろんな登山客あるいは参拝客の方々に、迷惑をかけないように私どもでも取り組むためには、やはり財源が必要でございますので、総務省さんのご支援をいただきながら
そういった問題の解決にもつなげていきたいというふうに思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。さあ続きましては、大盛況でした。11月19日そばどころ秩父花見の里で第29回秩父荒川新そば祭りが4年ぶりに開催されました。荒川総合運動公園に用意された300台の駐車スペースもお昼頃にはほぼいっぱいになるなど、大変な盛況ぶりでした。11月19日、そばどころ秩父花見の里で第27回秩父荒川新そば祭りが開催されました。このイベントは10月下旬に収穫された新そばを紅葉の山々を見ながら味わってもらおうというもので、秩父のそば店やそばの愛好会のお店5店舗のそば店が出店し、盛りそば1枚を600円で限定販売されました。会場には郷土料理や地元の特産品を販売する店も15店舗余り出店し、地域の伝統芸能の披露や音楽ライブが行われるなど、賑やかなイベントになりました。絶好の行楽日和となったこの日、会場には多くの家族連れなどが訪れ、新そばや天ぷらに舌鼓を打っていました。看護師になりたい人、秩父に集まれ。秩父看護専門学校はしっかり学べて支援も充実。月3万円。秩父でアパートを借りているんですが、家賃や光熱費、生活費を月3万円補助してもらっています。通学費通学するための電車やバスの定期券の半分を補助してもらっています。年間20万円。秩父地域にある医療機関への就職を希望すると年間20万円の就業奨励金がもらえるんです。最大384万円。各支援は併用もできちゃいます。行政や医療機関が実施している看護学生奨学貸付金と併用すると1年で最大128万円、3年間で最大384万円の支援を受けることができます。95.5%。 看護師の国家試験合格率は 95.5%。 就職を希望する学生の就職率は 100%。 看護師資格は一生使えます。看護師を目指すため、私たちと一緒に秩父看護専門学校で学びませんか？続いて市役所インフォメーションのコーナーです。今日は観光課の江藤さんと岩本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はいよいよ近づいてきた夜祭りについていろいろと教えていただけるということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、今年の秩父夜祭りにつきましては、コロナ禍以前の規模での開催を予定しており、多くの観光客でにぎわうことが予想されます。お祭りが盛大にまた安心安全に開催されますよう、秩父祭り対策本部を設置して対策や準備を進めております。本日は祭り当日の笠鉾屋台の営業等諸行事や、交通対策についての説明をいたします。はい、ありがとうございます。それでは早速なんですけども、笠鉾屋台の営業諸行事について説明を教えてください。はい、はい、12月2日3日の笠鉾屋台の営業等諸行事について説明します。まず2日につきましては、宮地、上町、中町、元町の4町が街中で屋台の引き回しを行います。3日と比べると人が少ないため、ゆっくりと、引き踊りや出汁の引き回しを観覧することができます。また7時から8時にかけて花火の打ち上げを予定しています。続きましては3日について説明いたします。3日は6町会すべての笠鉾屋台が街中で引き回しを行います。見どころといたしましては、9時半から1時頃にかけて宮地、中町の屋台では、街角などで、屋台を止めて引き踊りが行われます。また屋台の両脇に張り出し舞台をつけて演じられる屋台芝居があります。屋台芝居は4期の屋台長が4年に1度回り番として行っており、今年は元町屋台が当番長として秩父神社境内で1時から上演を予定しています。6時半頃からは秩父神社より、ご神幸行列とすべての笠鉾屋台が市役所前のお旅所に向けて出発し、10時までにすべてが集合します。お旅所到着前に団子坂は、最大斜度が25度もあり、数百人の引き手によって引き上げる様は、圧巻です。なお5時半から10時半頃にかけてお旅所周辺では入場規制がかかりますのでご注意ください。また3日の7時半から10時にかけては秩父夜祭り花火大会が開催され、市役所東側の羊山公園より打ち上げを予定しています。ぜひ冬の花火もお楽しみください。花火大会の詳細は11月29日におもてなし TV にて紹介いたしますので、ぜひチェックしてみてください。説明ありがとうございます。たくさん見どころがあるということなんですよね。はい、次に交通規制についても説明お願いします。はい、12月2日3日の交通規制について、説明します。2日につきましては、11時から、20時屋台営業に伴う街中の車両規制を行います。18時から、20時にかけて、花火打ち上げに伴う車両規制を行います。また無料臨時駐車場の開設を宮地グラウンド、南小グラウンドの2カ所で行います。開設開放時間につきましては朝の9時から夜の9時までとなっております。続いて3日のコース交通規制についてご説明いたします。10時から、20時出汁の営業に伴う街中の車両規制を行います。13時から22時30分花火打ち上げに伴う車両規制を行います。19時から22時、市役所周辺の国道140号で花火打ち上げに伴う車両規制を行います。また、有料臨時駐車場の開設を9カ所で、行います。大型中型専用として道の駅秩父浦、普通車として、宮地グラウンド、南小グラウンド、日小グラウンド、一中グラウンド、花の木小グラウンド、二中グラウンド、ミューズパーク第3駐車場、そして影森グラウンドを予定しています。料金につきましては大型車が5,000円、中型車が3,000円、普通車が1,000円、二輪車が500円となっております。開設時間につきましては7時、または9時から、夜の24時まで、開放となっております。また駐車場の開設に伴い無料シャトルバスの運行も行います。一中グラウンドから宮の川児童公園、影森グラウンドから市立図書館、ミューズパークから、ベルク第3駐車場、こちらの運行は、朝の10時から夜23時までとなっております。秩父夜祭りにお越しの際は交通規制や、臨時駐車場情報をよくご確認いただき、
時間に余裕を持ってお越しください。また道路は大変混み合いますので臨時電車が増発いたします公共交通機関のご利用をお願いいたします。はい、ありがとうございます。なかなか市内もお祭りの際は車等で混雑しますよね。はい、はい、なので電車の方のご利用お願いします。はい、最後にお知らせの方をお願いします。はい、交通案内や、笠鉾屋台営業等諸行事に関する詳細につきましては、秩父市公式観光サイト秩父観光ナビに、案内図を載せていますのでそちらをご確認いただければと思います。はい、今年はコロナの制限もなくなったということですのでぜひ多くの皆様にお越しいただきたいと思います。今日は観光課の江藤さんと岩本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて産業支援課の前島さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は女性向け就職支援セミナーとミニ合同企業説明会相談会のお知らせということで、はい、こちらどんな内容なんでしょうか。はい、今度12月7日になるんですけれども、就職を希望する女性向けの就職支援セミナー、それからミニ合同企業説明会相談会を開催いたします。で、前半のセミナーはですね、面接での印象力アップの秘訣と学びます。で、後半ミニ合同企業説明会と相談会では秩父地域の企業3社さんが出展しまして、ここでは企業の方に直接お話を聞けるまたとないチャンスですので、ぜひご参加をお待ちしております。はい、1日で、セミナーと企業説明会相談会が受けられる。そうなんです。1回で2度おいしいセミナーになってますので、はい、はい、じゃあセミナーの内容などをもう少し詳しく教えていただけますか。はい、前半の就職支援セミナーですけれども、午前の10時から10時50分まで50分間となってまして、こちらセミナーのテーマが面接での印象力アップの秘訣、面接前に必見、好印象は作れるというふうになっています。講師の方は埼玉県の女性キャリアセンターからキャリアカウンセラーの方がお越しになります。内容はですね、面接を成功させるため第一印象に役立つ挨拶、それからマナーについて学んでいただく内容となっています。後半のミニ合同企業説明会相談会は11時から12時半までとなってまして、こちら3社さんが出展されますけれども、今回はですね、製造業から株式会社埼玉富士さん、生命保険会社から大同生命保険株式会社さん、それから福祉業からですね、社会福祉法人、秩父福祉会の、白砂慶仁院さんがご参加されます。こちら定員は30名で事前予約制となっておりますので、お申し込みは埼玉県女性キャリアセンターのホームページからお願いいたします。はい、女性キャリアセンターということで初めてちょっと私も聞いたんですけども、はい、どんな機関になるんですか。はい、女性キャリアセンターは埼玉県が設置しているセンターになってまして、例えば女性、働きたい女性、それから今働いていらっしゃる女性で、これからもうちょっとキャリアアップしたいななんて考えていらっしゃる方に向けたセミナーや講座を開催しています。で、面白い講座としては就活に使えるメイク講座ですとか、パーソナルカラーを知ってそのこれからの就職活動に役立てようといった講座もオンラインも受けられますので、こちらいろんなセミナーありますので、女性キャリアセンターさんのホームページチェックしてみてください。はい、パーソナルカラー診断もしていただけるということで、すごい面白そう、女性に向けたっていう感じのセミナーなんですね。そうですね、はい、で女性キャリアセンター自体は新都心、埼玉新都心にありますけれども、オンラインでのそのセミナーですとか、それからオンラインの相談、電話での相談も受け付けてますので、お気軽にお問い合わせください。はい、オンラインで受けられるのは嬉しいですよね。はい、そうですね、はい、オンラインの相談についてなんですけれども、こちら事前予約制で1回45分相談が受けられます。お問い合わせ電話番号は 048-601-5810 です。電話相談の方は1回15分になってまして、こちらは予約は特に必要ありません。
お電話番号は 048-601-1023 です。はい、じゃあ秩父市で開催されるセミナーの方、最後にもう一度内容の方をお願いします。はい、12月7日ですね、就職を希望する女性向けの就職支援セミナーミニ合同企業説明会相談会を開催します。市役所の3階、会議室での開催になります。午前10時から12時半、ぜひ皆さん お友達お誘いの上ご参加ください。はい、女性向け あのキャリアセミナーということですので、ぜひ皆さんご参加ください。はい、今日は産業支援課の前島さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ最後は PR 秩父のコーナーです。今日もですね、秩父鉄道のお知らせを梅澤さんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今週のお知らせは何でしょうか。はい、毎週にわたってご紹介させていただいていましたイベントがいよいよ明日の開催になります。やったー。はい、はい、11月23日長瀞オータムフェスが、明日の開催です。はい、こちらについてちょっと詳しくご説明させていただければなと思います。はい、お願いします。はい、こちらのイベントはですね、秩父鉄道が、主催する秩父鉄道沿線や埼玉県ゆかりのアーティストによる音楽フェスなんですけれども、熊谷市のコミュニティ FM FM 熊谷さんの協力により、紅葉シーズンを迎える長瀞で地酒や沿線地域のご当地グルメとともにゆっくり音楽を楽しんでいただきたいという思いを込めて企画したものになります。はい、ということで、はい、もうすごい今回のメンバーが、はい、豪華だと聞いてますので、はい、教えてください。はい、じゃあ早速ご紹介させていただきます。はい、まずはこちらです。皆さん見たことあるぞっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、こちら相島和幸さん、相島和幸&ザ・ブルース・ジャンパーズというバンドになります。相島和幸さんは埼玉県熊谷市出身の俳優シンガーで、俳優として NHK の大河ドラマですとか連続テレビ小説、テレビ朝日の相棒などにも数多くの作品に出演されている俳優さんになります。はい、はい、なんか俳優さんのなんか姿はよく拝見するんですけど、はい、実は音楽もされてたんですね。そうなんです。でこちらの方がお茶目でユーモラス、かっこよくてちょっと切ない、あ、情けない、笑えて泣けるライブが持ち味の最強のブルースバンドということでご紹介されています。情けない、はい、ないそこがちょっと気になります。どんな内容になるのか、はい、当日楽しみです ね、 そうですね。あとはオフィシャルサイトの方でも音楽の方を確認することができるので、どんな楽調かっていうのはチェックしてみていただければと思います。はい、そしてそして、あ、ババトシヒデさんです。こちらは寄居町出身のシンガーソングライターさんで、ストーリー性の高い歌詞とそこに登場する人物像を生き生きと描写し、メッセージを投げかける楽曲は幅広い世代の支持を得ているということになります。2016年からはテレビ埼玉の情報番組マチコミの火曜日パーソナリティにレギュラー出演もされているということで、こちらも結構テレビでも見たことあるよっていう方多いのじゃないかなと思います。はい、私も中継先とスタジオでこう、はい、やり取りはさせていただいたことあるんですけど、はい、会ったことはまだないんですが、はい、じゃあ、はい、ぜひ、ね、別々に、ね、いらっしゃるということで、はい、長瀞にいらっしゃいます。はい、うん、はい、そして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 次が、はい、土屋カレンさんです。こちらさいたま市出身のシンガーソングライターさんで、高校時代にバンドのドラマーとして音楽活動をスタートされました。2021年に本格的に活動を始めて、2023年の5月にメジャーデビューデジタルシングル沖縄が大きな反響を呼び、その後、精力的にシングルをリリースされているということです。はい、はい、こちらの方もオフィシャルサイトの方で楽曲確認できるんですけれども、若い方なのですごく楽しい音楽が多いなっていう印象がありました。うん、はい、ぜひこちらも聴いてみていただければと思います。はい、はい、最後の出演者が明るく挨拶、こちらは行田市を中心に活躍する忍城おもてなし甲冑隊の野原のぼさんっていう方と、あ
と FM 熊谷の局長であり元ミュージシャンの宇野さんによるお楽しみユニットになります。こちらもあの PR ソングなどを手掛けていらっしゃって地域を盛り上げる活動をされているということです。はい、はい、この2人にはねもうお会いしたことあって、はい、あ、そうですか。はもうトークがねめちゃくちゃ面白いのでどんな音楽聴かせてくれるのかなっていうのは逆に楽しみなんですけど、はい、そうですね、歌はどういう感じなのか、はい、本当、はい、すごくこう埼玉にゆかりのある方々がたくさんいらっしゃるんですね、はい、そうですね、あのここまで一挙に集まるっていうことはあのなかなかないかなと思うのであの皆さんあのこれを機に聴いていただければなと思います。で出演者の方は以上なんですけれどもじゃじゃん、はい、MC は歴史くんこちら、歴史番組などに出てらっしゃるんですが熊谷市出身の歴史ナビゲーターの方です。でもう一人は先ほどご紹介した野原のぼさんが一緒に MC をやってくださるのでおそらく面白いトークになるかなと思います。はい、じゃあもしかしたら長友の歴史なんかもね、はい、そうですね、触れたりしてくれるかなと思いますので、はい、じゃあもうすごく MC も豪華なので、はい、はい皆さんでねこう秋の長友の一日を楽しめそうなんですけれども、はいはいはい、どんな場所で行われるんですか。はいはい、タイムスケジュールの方はホームページ等で確認していただければと思うんですが、はい、今日いっぱい用意してもらって、はい、ありがとうございます。いろいろ一応こちらがあの、はい、会場でそのチケットがワンドリンクワンフード制という形になっていて、うん、あのこういう食べ物有料でも食べられますしそのチケットの方でも食べられるという形になってます。美味しそうな、はいはい、茶色いものがいっぱい茶色いものそうですね茶色イコール美味しいものなので、ですよね、本当、はい、で先ほどの、場所のところですがこちらですね長瀞駅から徒歩3分なんですけれども駅前ちょっと歩いて、左に曲がったところにこの観光バスの長瀞営業所があるんですがこちらのところの、広い敷地のところでやりますので、屋外にはなるんですけれども、明日の天候はもうバッチリの晴れということで、あのちょっと暖か比較的暖かくなるかなと思うので、絶好の、観光および音楽日和かなと思います、はい、はいということでもうチケット、はいはい、もうあともうちょっとだけ空きありますか。そうですね、はい、まだこちらの方受け付けてまして前売り販売ということで今日の、11月22日の23時59分までは前売り券、うん、で当日券も発売するので会場の方にいらしていただければ当日入ることもできるので長瀞に観光してちょっと歩いた時に親なんか音楽が聞こえるぞっていうので、来ていただいてもお楽しみいただけますのでぜひちょっと片隅に考えていただいて長瀞に立ち寄っていただければと思います。はい、はい、さあそしてその長瀞ですけど、はい、今すごく紅葉が見ごろということですよ ね、 すね、はい、ちょうどいい感じになってきているということでこんな楽しみ方どうですかっていう。何ですか。そうですね、こちらがイチローズモルト秩父のウイスキーですよね、うん、こちらのイチローズモルトがお楽しみいただけるイチローズモルト長瀞茶室バーっていう期間限定のすごいかっこいい営業をこれですよね、はい、イチローズモルトの、はい、樽がここにありますけど樽が置かれるわけではないんですけれどもイチローズモルトのいろんな種類を取り揃えてましてボトル売りではなくて量り売りなのでその茶室の中で座って飲んでいただくっていう形になるんですけれども庭園を眺めながらゆっくりと座って飲むことができるので本当に今入手しづらい種類とかもあるかと思うんですがそういったものも取り揃えて充実したラインナップになってますのでちょっと飲んでみたいよっていう方もおすすめになるかと思います。こちらははい、ユーリンクラブの、はい、いつも今は、トリックアート、はいはい、があるところの脇にある、はい、そうなんですところですよね、はいはい、ちょっと分かりづらい場所なんですけれども来るときにはトリックアートを目指していただいて長瀞なかなか座る場所もないかなというところもあるのでちょっと観光に疲れたなというときにはここに立ち寄って一杯飲んでいただければと思います。はい、こちら何時から何時営業されるんでしょうか。はい、営業は11時から15時
でになりますので、あまり早い時間ですとか遅い時間ではやってないんですけれども、あの日中の観光の合間にあのお立ち寄りいただける時間となっております。はい、はい、ということで和の空間で昼飲みっても最高ですよね。はい、大人の休日が、はいはい、楽しめるかと思います。長泥でということで、もう SL も12月3日までなんですよね。はい、そうなんです、はい、もう残りわずかになってるので、まあ、SL に乗って紅葉を楽しむもよし、あの長瀞で降りて何かを楽しむもよしという形になってますので、うん、ぜひ秩父鉄道でお出かけをしてみてください。はい、ということでここまで、はい、秩父鉄道のお知らせいただきましたけれども、はい、ライン下りもいいですからね。そうですね、うん、はい、はい、ぜひぜひ楽しい休日お過ごしください。お待ちしています。はい、ということで面白かったという方、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。